はい、ということで今日はですね、ヨリーのパーキングに来ています。それでね、ちょっとお腹減ったんでね、今からちょっとね、ご飯をね、食べに行こうかなと思って、で、ここでね、なんかなんとかの王子様っていう、なんかオムライスがなんか有名らしいんですよ。で、そのオムライスを食べに、行ってきます。はい、へえ、美味しそうやな、ネギラーメンか。あ、醤油と味噌もあるんやな。あ、カキフライ、カレーライス、カツ丼、いや、いっぱいあるから悩むよな、こんだけあったら。どれ食べよう。あー、何しよっかな。めっちゃ悩んでおります。てか、オムライスないな。あれ、オムライスが有名って言ってたのにな。あれ、どこにあるんやろ。よりー金美山つつじって読むんかな、これ。よりー町水天宮の花火、あ、めっちゃ綺麗。よりー夜の城止め公園、よりー町夫婦滝ですかね。うん、お、こんなとこ漫画あるやん。シティハンター、これ知らん。え、イニシャル D、 あ、北斗の剣ある。はい、ということでね、結局はね、僕はね、ネギ味噌ラーメンとチキン南蛮のおにぎりを頼みました。うわー、ネギすごいですね、カリカリのネギ。あ、麺はこれ卵麺っていうやつですか。結構店員さんもね、お母さん愛想良かったな。いっぱい喋りかけてくれてね。いや、宮田嬉しいな。はい、新宮田号ということでね、 Twitter では公開してるんですけど、 YouTube で後日公開いたします。 Twitter してない視聴者さんは YouTube でお楽しみください。あー、食べた食べた、食った食った。いやー、ネギラーメン美味しかったな。でもちょっとな、辛かったな。宮田甘党やからな。前まで激辛とか食べてたんやけど、最近あんま食べへんから、もう辛いのがあかんよなんてね。もう甘いのばっかり食べてるから、うん、結構辛かったっすね。まあ美味しかったっすけどね。ちょっと唇まだ赤いでしょね。でね、もう残念なことにね、食堂のね、お母さんたちに聞いたんですけど、そのオムライスって有名なんすよね、オムライスありますか言うたら、それ多分反対っすね言われたね。だから上りの方っすかね、東京方面向きっすかね。僕今新潟方面で下りにいてるんですよ、ヨリーのパーキングで。ねえ、今日はなんかねえ、もうトレーラー枠止めれたわ思って、やったーみたいな。前来た時は工事でね、追い出されたんですよ。工事やっててなんか狭くてね、止められへんくて、で結局いつもヨリーを追い出されるから、上里のサービスエリアに行くんですよね、いつもなんですけどね。いやー、まあでもね、今日初めてね、ヨリーのパーキングね、止めれてね、追い出されんくてね。食堂があるんですね。なんかスタミナ焼肉とか、なんかいろいろ食べたそうな、美味しそうなものがいっぱいありますけどね。はい、またね、皆さんね、ヨリーのパーキングってはね、お母さんたちがね、何人かでやってますんでね。あとおにぎりも、こんな僕食べてたチキン南蛮のあんなおにぎりもなんかカウンターで売ってて、レジはまあ別で払わなあかんのですけど、おにぎりね、温めてくれるんですよ。はい、だからね、あとね、なんか豚丼が有名って言ってましたね。豚丼が、豚丼と、ネギラーメンが有名らしいです。で、豚丼とネギラーメン食べたいって俺言うたんですよ。言うたらなんか、食べれるそんなにとか言われて、いや、だから、いや、ちょっと食べられへんからちょっとあれやなと思って、いや、やっぱおにぎりにしときますって言って、まあおにぎりとネギラーメンになったんですけどね。はい、ということでね、ちょっとお腹も膨れたんでね、ちょっと僕は今から
群馬支店、富士運輸の群馬支店へね、向かいたいと思います。伊勢崎ですね。はい、今日の動画この辺で終わりたいと思います。めっちゃ短いですよね。ただまあ雑談コーナーというかね、ちょっとぶらり旅みたいな感じなんでね。はい、ということでこれが良かったなと思う方で高評価ボタン、グッドボタンを押してください。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。